スワン川はオーストラリア大陸の南西端部を流れる河川の一つである。西オーストラリア州の人口集中地域であるパース都市圏を流れ1 5トル南西の港町フリーマントルからインド洋へ注ぐ。主な支流はカニング川でパースで合流する。東フリーマントルからの景色スワン川の一スワン川は上流はかなり狭く浅いのに対して 下流部は広くて深く、フリーマントルからパースまでは、船舶の航行が可能である。スワンという名は川に生息する国鳥にちなんで、オランダの探検家、ウィレムド・ブラミングによって命名された。スワン川は、上流のエーボン川から下流にある湖まで、流域面積にして12万1100平方キロメートルの広さである。エーボン川は、スワン川に流れる。 大部分の水を供給している。スワン川が流れる地域の気候は地中海性気候で、冬が雨季で夏が寒気であるため、流量は季節によって大きく変動する。スワン川はせき止められていないが、支流のヘレナ川とカニング川はそれぞれマンダーリングダムとカニングダムが設置され、パースト市圏の水がめになっている。なお、川口部は、潮汐の影響を受け、 一メートル程度の微小な水変動が見られる。パース市街に隣接したスワン、川下流域のパース湖では、毎年オーストラリアでの花火を打ち上げることで、有名な場所で40万人以上の人が見物に来る。先住民のヌーウンガー人は、ダーリング崖がワギルの体であると考えた。ワギルとは、アボリジニーの神話に出てくる、蛇のような生物だが、 地面を曲がりくねぎながら川や水路、湖を作ったとされていて、スワン川も和牛が作ったと考えられているのである。ありがとうございます。